Yo, what's up, everyone, and welcome back to Like a Dragon, Isshin. So we're going now back to the barracks where we have to. We hopefully we're going to meet what's his name, Kondo. Also, there's supposed to be a second Yoma there, someone who is taking my name and using it. But yeah, first go to the barracks. Oh, here's a little kid again. Let's give him another snack. Yeah, let's see what kind of prep we're gonna give him now. Let's give him a burdock root. Must taste like shit, honestly. One of my favorites, of course. Well, enjoy. Nom nom nom. God, I need to give him a shitload of snacks in order to get the thing to maximum level, but we're passing here often, so that's fine. さっさと入れ。おお、待て、わしらも殴れんかい。局長は多忙につき不在、先ほどからそう申し上げとる。なめとんのかボケ。わしらは京都見回り組や、浪人風情が誰に向かって口聞いとるんじゃ。さっき言ったらシャビーボール Whatever. 佐々木さん、キャンキャン泣いてないで、あんたらも手軽が欲しけら自分たちで汗かけや。寝ぼけんなよ、こら。池田屋でカツラ取り逃がしたんが手柄か。その責任はどないする言うとるんや。京都見回り組、まだ粘っとるらしいや。見回り組、門の前で騒いとった連中へ、知らんのか。ああ、あいつらは要するに家柄のいい新選組。新選組は浪人の寄せ集めやが、京都見回り組は劣気とした幕府の家臣で組織されとる。せやから連中、新選組にだけは負けたないんや。意地の張り合いか。大声出してたんが、見回り組の佐々木忠三郎いう男や。大口叩くだけやって腕は立つ。あんたから見てもか。なあ、あいつは相当なもんや。お前も気をつけといた方がええ。佐々木忠三郎か。それはそうと、池田屋の傷はもういいのか。お前がおらんかったら、あの吉田なんちゃらにやられとったかもしれん。これでも感謝しとる。礼を言うのは俺の方だ、長倉。あ、桂の剣、恩に切る。そないに気使わんで。本音を言えば、身内で殺し合いするんがこりごりなんや。それはいつだったかあんたが言っていた芹沢鴨のことか。ああ、何があったんだ。なぜ局長だった芹沢が身内に殺されるようなことになった。あれは俺らがまだ新選組と名乗る前、京都に来たばかりで身振るおし組を名乗っていた頃のことや。その頃はまだ俺ら天然理心流の7人と
カモさんの一派三人を合わせた10人だけの小さい所帯やった。芹沢の一派っていうのはカモさんの水戸脱藩以来の同志やった平間重助、平山五郎とカモさんを合わせた三人の子で、その三人が俺ら天然理神流の門と身風呂仕組みの主導権を争った。カモさんは凄まじく剣の腕が立ち、学もある立派な剣士やった。せやからまず近藤さんはカモさんを自分と同格の局長に取り立て、組織をまとめようとしたんや。土方さんの反対を押し切ってな。それじゃあ土方が芹沢を殺したってことか。さあな、誰が直接カモさんに手下したかは知らんねえ。近藤藩かもしれへんし、土方藩かもしれへん。いやそれを知る必要はないということや。やったわけの最新の知る必要がない。お前も新選組で一日でも長く生きたいんやったら覚えとけ。カモを語るべからず、新選組の暗黙の掟。長倉、あんたみてえな男がなんで新選組に居続けるんだ。俺がここにおるのは近藤局長への恩義。あの人がおらんかったら今の俺はない。昔俺が間違えて人を殺めてしまった時、局長は俺のことを守ってくれた。せやから俺は近藤局長の夢のために仕事ができればそれでいい。それだけ。あんたにそこまで言わせるのか、近藤って男は。お前も一度会えばわかる、近藤勇という人間の器の大きさがな。一度会ってみたいもんだな。豚書にも一応近藤さんの部屋があるんやで。局長の部屋？どこのことだ。豚書の一番奥の前や。せやけど行っても誰もおらんやろうけどな。 Okay, so maybe he is here. Kind of want to see who is this Kondo guy myself. Curious how he looks like.それじゃあ、あの近藤勇が土佐まで来て親さんを殺したってのか。何をしてるんだ。いや、何でもない。おお、局長の部屋に入ろうとしてたんじゃないのか。無駄だな、局長は多忙につき不在だ。それじゃあ俺が局長に会うにはどうすりゃいいんだ。向こうから会いに来るのを待つしかない。なんなら他の者にも聞いてみろ。みんなそう答える。The guy protecting his room?何か用か。一度局長に会ってみたいと思ってな。隊長になったというのに挨拶すらできていない。会ってどうする。別にどうこうするって話じゃない。近藤さんは多忙なお方だ。まあいずれ会える日も来るだろう。もうしばらく機会を待つんだな。いつまで待てばいいんだ。ずいぶん近藤さんに興味があるようだな。それが何か問題あるのか。大ありだ。あの方と気安く会えると考えられては困る。
局長は新選組の主君と思え。君も新選組に入った以上はな。マストマエス。わかったらもう行け。Let's see where now to. Yeah. Why are those people naked? Gambling their clothes or something?はじめちゃんやないか。お前も一緒にで。いや。だが、なんでそいつら服を脱いでるんだ。もう払う金がないよからな。服を質に取ったんや。ふんどしも言っとらないかな。これ以上負けたらこいつら、武田藩に何されるんやろな。そんな。なんや、はじめちゃん。何黙っとんねん。いや、悪いが、局長を探している。どこに行けば会えるんだ。さあな、知らんわ、そんなもん。ああ、気が散るで。用が済んだらさっさと行け。それとも悪いも裸になりてんけ。いや、邪魔したな。Hopefully they won't make me play that, because I'm really not good in my own. No, nothing about it. I remember in the Yakuza game I was using a master tile or something in order to get some quests done. まだ局長の顔を見たことがなかったんだな。特に話があるわけじゃない。そうか。ならちょうどいい。その局長直々の仕事がある。お前に頼むよう言われた。何？お前、坂本龍馬という名前に聞き覚えは？ん？知っているのか？いや、知らねえ名前だ。坂本は土佐藩の勤王使者、武市半平太の作った土佐勤王党の筆頭。1年前に藩の三世吉田東洋を暗殺して土佐を脱藩した。この坂本龍馬をお前に探ってきてもらいたい。なんで俺なんだ。不服ということか。いや、分かった。でどうすればいい。坂本龍馬について我々が掴んでいるのは、まず数日前に京の薩摩藩邸に現れたってこと。薩摩藩邸？そんなとこに坂本龍馬が。何かおかしいか？いや、続けてくれ。それ以前、坂本は土佐を脱藩した後、幕臣勝倫太郎の門人となって怪術を身につけた。怪術？船の操作だ。その船で長崎から密かにイギリスの武器を買い付けているらしい。トマス・グラバーって武器商人と通じて。イギリスの武器をどういうことなんだ。局長はそいつを探れと言っている。まずは薩摩藩邸へ行け。坂本龍馬は勝倫太郎と一緒に薩摩の西郷吉之助を訪ねた。その西郷に話を聞くのがまずお前のやるべき仕事だな。西郷吉之助か。仕事が済めば局長に報告することになる。その時近藤さんにも会える。
Okay, so we're going to look for ourselves. To get this back there to give him more vegetables. Okay, what now? What's on the menu? Yeah, some ginger. Okay, it's halfway now, so baking process. Okay, all the way back down to Teradaya. Guess we just take the quick route then. Also need to check my house and get the farm the vegetables out. Guess we'll run into it eventually. Oh, another request. Okay, another teacher. Yeah, we can still buy it later. What does that do that way over there with the cat? Thank you.
Since we gave him money and we gave him the thing back that he brought us. Oh well, as long as he's happy. Another friendship with the cat. Let's just talk with this woman then. Pretty sure I won't remember half of it, what she said. We have to guess soon, I guess. Another question of her. Did I list the three callers? Don't go at the Otaka Tea Parlor. Holly, I don't have no clue. Red, white, and green. It's all the same, no? Oh, I got it right. Cool. What was it? So it was Senzai. Dead? I don't remember. Let's go for Sayuri. It was wrong. Next time better be the last time. Dang it, woman, you talk a lot. Yeah, we got some virtual already also. Let's go to the next sub-story. Oh, this is what I get. Let's hope we can get an inner read this time. Maido,
いらっしゃいませ。Oh, he's stealing it. それは俺のお稲荷さんだ。 Mother F. He stole my sushi. Oh.No, no inari for him ever. He's just sick. I guess later then.Wait, that's how you fix seasick? By being drunk? I'm not sure that will help.
Hopefully it's a wooden stick. It is. Wait, my life is pretty low. Della, why is that? Uh-oh. He's not bad. Tell more people to ask. How do I get to my bossy? Where is it? General store. Where is the general store? Green Ogre. I should buy some stuff though for cooking. Oh, it's gonna be expensive. Well, at least we have a lot of stuff. Oh, we also have stuff. Onion and everything. That's nice. So it's good to buy random shit everywhere. What is this store? Tassado Pharmacy. See what they have. Ah, okay, they got the good stuff. Sober Capsule. All-purpose medicine. I don't really want this shit. It's not really that great in healing. This is a heat pill. Oh god, I spent so much money already. I'm a spender. Oh, this is just a restaurant, dang it. Well, let's just get something then. Let's eat everything that they have. General store, flour miller. It is a restaurant. Okay, I already have food and flour. All I need. Meet the Ikanto Sonya. De. We did have this umeboshi something. I know umeboshi.
Anything else interesting? Not really. Yeah. I got literally everyone have a... Okay, this is just a bar. This is a pub. Why there always have to be trouble around? It will never end without a fight. Let's first go to my house. Do all the working stuff. Oh, so there's a lot of stuff going on here. Okay, harvest is everything. So with this I can make more dishes. I still need this taro. So many things to level up then. Let's
we can make some orders, make some money. Here we go, potatoes. I don't think I have any money now on this shit. Come back. Tadaima. Yeah, let's see if we still can cook something. Made these three thingies. Let's make the omabushi. Okay, we can now. Cool. Sate tsukuru ka. Yoshi. Yoshi yaru zo. Flip when you see sparks, I just let it get burned. Whatever. Enjoy your burned fish. I guess it would have passed right, so. Okay, what's next? We can still make. Oh, we also have a 3-star, are you? Let's do them one by one. Piece of soup, let's do this one. Sakoi. Yoshi yaruzo. Okay, the pouring again. Need to stop around. Here. Okay. Okay, that's pretty good on this one. 一口食べてみてくれ。悪くないだろ。うまくできたようだな。Many things you can still make. Let's do a 3-star thing and then that's it. So, I like spicy food. Let's go. Sakoi. Yosh. Sate tsukuru ka. It's getting harder now. It's a little faster. Sakoi. Okay, sparks. Oh, wow, that went fast. Sakoi. Yosh.
we missed one thingy. 味を見てくれ。悪くないだろ。まあまあってところか。Okay, enough cooking for now. Let's get out of here.Let's see what we have left. Nothing special on the map, just here in this place. Then we're gonna send them in the direction of pets again. Oh, it's actually finished now. I don't trust this guy as well. Huh? そいつは坂本龍馬を名乗ってイギリス製の武器を買い付けている。幕臣の勝倫太郎の門人で今日の薩摩藩邸に現れた。おい待てって、何がどうなってんだ。俺にもわからねえ。だがその坂本龍馬を新選組が探し始めている。お前の耳には何か入ってねえか。もう一人の坂本龍馬のことが。いや知るわけねえだろ。知っていたら真っ先にお前に話してる。だよな。けど、なんでお前の名前なんて語るやつが。わからねえ。誰かが俺をはめようとしているのかもしれない。新選組がその偽物を追いかけてるって言ったな。と言っても俺がその坂本龍馬を追う役だ。近藤勇が俺を指名したらしい。なんだと？おい、それってお前の正体がバレてるってことじゃねえのか？もし近藤が1年前の覆面の男なら、俺の顔を覚えているかもしれない。近藤はそれを確認しようとしているとも考えられる。それじゃお前やべえじゃないか。だがどっちにしても断れねえ。今はそのもう一人の坂本龍馬を追うだけだ。これから薩摩藩邸にいる西郷って男から話を聞いてくる。薩摩の西郷か。そっちはそっちで厄介な相手だかな。どういう意味だ。薩摩は日本の端で300年幕府の命かすめて力ため込んできた藩だ。異国との密貿易でな。それで幕府でさえその薩摩の鍵を握ってるのが西郷吉之助ってわけだ。連中は秘密主義で身内しか信用してない。なるほど。今のところ薩摩は幕府と一緒になって勤皇派の長州を京から追い落としてる。長州はそんな薩摩に恨み骨髄だ。そのくせ薩摩は裏じゃ幕府を倒して勤皇を牛耳ろうと画策してるって噂よ。とんだ食わせ者らしいな。まったくさ、勤皇思想のみで突っ走る長州と現実主義の薩摩じゃ水と油だ。町で薩長の下っ端同士が出くわしてみろ。いきなり切り合いが始まるぜ。犬猿の仲ってやつか。
まあその話はいい。お前の偽物については俺の方でも調べてみる。そのもう一人の坂本龍馬ってのがイギリスの武器商人とつながってるってなら、どういうやつにしろ大物だ。そいつがお前にどう関わってくるのか、俺たちは知る必要がある。頼んだ。用心しろよ。ああ。All right. Where's that Satsuna something? All the way on the other side. Okay. Yeah, I know that place. I lost my first game there. Okay, let's see intro real quick. I wanna get rid of all my prize tickets though. You challenged the wrong dude, people. Okay, so we got the location more. Koi wa koi wa. Shinsen gumi no kata de goasu ka? Oyakume gokurou sama ni zonjimasu. Shinsen gumi 3番隊隊長斉藤はじめだ。西郷吉之助殿に取り継いでもらいたい。ほう、西郷先生に。どげなご用件で？坂本龍馬という男について聞きたいことがある。さあ、心得ました。おいがご案内します。どうぞこちらへ。最後は判定の中じゃないのか。
あんお方は屋敷の中でじっとしておられんもんで。まあどうぞ、すぐ近くでごわす。あんた、門番の割に随分判定から離れるんだな。It's a trap. こいつらはどういうつもりだ。新選組っちゅうのは随分と人を切ってきました。ほんのこと言うと、薩摩の門も多少身風呂に切られた門もおります。おはんが薩摩の人間を切ったかはどうでもよか。じゃっどんおはんな三番隊の隊長でごわす。兄弟や子らを新選組に切られた恨みを持つ者にはそいだけで十分切る理由になります。弟の敵じゃ。身風呂めがおいの息子ば切りよった、幕府の犬め。花から西郷に合わせる気はなかったってことか。不用心不用心。新選組幹部ともあろうもんがたった一人で食っとは、薩摩をなめちょるんかこら。There's one down. I love this wind sword, man. It's cool. かな、恋が新選組。西郷に会わせてもらおうか。そうすりゃここで会ったことはなかったことにしてやる。何？大っぴらにしたとこで困るのはあんたらだけだと思うがな。俺仕事できたんだ。あんたも自分の仕事に専念するなら誰にとっても面倒はない。新選組三番隊隊長斎藤はじめ、先日は名乗りもせず失礼した。へへ、構わんで。いずれまた会うと思うとった。せやけどあんた、あれからほんまに新選組に入ったんやな。例の近藤勇に会うためにかいな。さあな、悪いが入隊の報告をしにここに来たわけじゃない。あんたに聞きたいことがあってきた。ま、あんたとは知らん仲やない。話くらいは聞いたるわ。坂本龍馬って男があんたに面会しに来たはずだ。そいつの話を聞きに来た。ほう、坂本龍馬。覚えないわ。何もいいや。What a liar. 勝林太郎って幕府の人間がここへ連れてきた男だ。覚えてんだろう。そんなに昔の話じゃねえ。そうか。せやけどあかんな。全然思い出せ。ゆっくり思い出してくれて結構だ。時間はたっぷりある。こっちに時間あるとは言うとらんで。なるほど。
薩摩ってとこはよそ者を寄せつけない。噂に聞いた通り秘密主義ってわけだ。だが俺を帰らせたきゃさっさと思い出すんだな。そしたら斎藤がはっきり言いますわ。わしは坂本龍馬いう男と会うたことは一遍もない。もうわしの答えはこれ以外に出てこんで。なんで隠すんだ。その坂本龍馬ってのはあんたにとってそんなに重要な男か。なれん駆け引きはやめとけ。あんたには似合わん。坂本は長崎でイギリスの武器を仕入れているらしい。その武器を買うのはあんたら薩摩ってことか。知らん言うとりますやんか。 Yeah, this guy started to get annoying. You should just kill him. そろそろお帰りの時間や。今度はまた仕事抜きで飲もうやないか。斎藤藩。斎藤さん、無駄足でごわしたな。西郷先生は新選組なんぞ眼中に相模藩。斎藤さん、お待ちを。山崎か。局長がお呼びです。坂本龍馬の調べを報告してくれとのことで。何？それじゃ局長に会えるのか。Oh, we're finally gonna meet him. もちろん。場所は祇園にある料亭朝日屋。局長はそこでお待ちです。ただしその場所は他言無用に。たとえ相手が新選組の大使であってもです。わかった。Yeah, let's go to him. Plus there's one next to him though. Let's give her, I guess. What do you want? We give you a hot pepper. Okay, where to? Okay, it's not that too far away, so... What is this here?Yeah, good stuff. This is good healing stuff. I already have four, but got two more. Hello. Black Panther Couriers. Yeah. Hi.
I guess we have to beat all of them one by one. He will walk on his hands. I want to see that. So let's go right here. I feel like go straight. Slower now. No faster. You have to take a really awful route, honestly. Whatever. Yeah, we got 7, he got 5. We're doing good then. One more. Well, we did it somehow. Could have had a faster route, honestly. Or next time I better upgrade my sprinting skill. Oh yes, you want the cucumber. That's Kondo. Kondo-sensei,
なんだこりゃ、血の匂いか。え、血の匂い。ええ、よう、思ったより早く来たな。三番隊隊長斉藤はじめです。知ってるよ、俺が呼んだんだからよ。あなたが局長の。ああ、新選組局長近藤勇だ。 I don't think it's him under any suit. It's just like too big, bigger than the other one. それで頼んだ件は調べてくれたかい。例の坂本龍馬。はい、坂本が現れたという薩摩藩邸に行ってきましたが、あいにく西郷にはとぼけられました。まあそんなとこだろうな。もともと西郷には期待しちゃいなかったんだ。それはどういう意味で。坂本龍馬は今長崎に向かってるらしくてな。本人が京にいねえんだから、薩摩もいくらだってしら切れる。今西郷に聞いたところでろくな返事はねえだろうよ。だからまあ何も情報をつかめなかったのはあんたのせいじゃない。ただでさえ本音を見せねえ西郷の口割らせるのは簡単なことじゃねえからな。けど大収穫だ。いやあ、あんたいい仕事したぜ斉藤さんよ。俺がですか。うん、だってよ、坂本龍馬について一つだけ確実なことが分かったんだからな。薩摩の西郷にあったその坂本龍馬ってのは真っ赤な偽物だ。だよな、本物の龍馬さん。 You know already, of course.1年前に吉田東洋暗殺の濡れ衣を着せられて脱藩。その後天然理心流の使い手を追って京に潜伏。その坂本龍馬って男が今のあんただ。だとすりゃ長崎で英国の武器商人と取引している坂本龍馬は偽物ってことになる。だよな。お話の意味が分かりかねます。そうかい、まあ、こっちから先に腹割ってやらねえとあんたも話しづれえやな。まずは安心してくれていい。あんたの正体は俺の胸にしまっておく。新選組としてあんたを粛清しようって話じゃねえ。それだけは分かってくれ。直入に言えよ。俺はあんたの腕を高く買っててね。別にあんたが坂本龍馬でも斎藤はじめでも構わねえんだ。ただ俺のある計画に乗ってもらいてえとは思ってる。ある計画。ああ、日本の都を京から江戸へ移す江戸遷都計画だ。江戸遷都計画だと。夢みてえな話だろ。だがこれは至って真面目な計画だ。俺はよ、これが最終的にこの日本を救う唯一の道だと信じている。この国を救うために肝心なのはな、勤王志士が目指す大規模な倒幕戦争を起こさせねえことだ。このまま放っておきゃいずれ日本中を巻き込んだ倒幕戦争が起きる。だが連中が幕府を倒せたとして、その時内戦で疲弊しきった日本人にアメリカやイギリスと戦う力はもう残らねえ。するとどうなる。異国の白人連中は
一発の銃も撃たずに日本を手に入れられるかもな。江戸にせんとすればそうはならねえか。ええ、ただしその前に今日を焼き御所に刺客を放って朝廷を滅ぼす。なんだと。じゃああんたは池田屋事件の時の連中と同じことをしようとしているのか。あれと一緒にされたら困るね。俺は帝をさらうような真似はしねえ。要は帝が朝廷にも幕府にも属さない、政治とは別の存在にならなきゃならねえってことだ。別の存在。そもそもこの国が勤王と幕府でぶつかってんのも、全てはどっちが偉いのか分かりにくいって話だ。だから俺はその概念ごとぶっ潰してやろうと思ってんのよ。それが今日の町を焼き払うことなのか。そうよ。今日の町は朝廷という権力の象徴だ。だがこの国を仕切ってるのは江戸の幕府だ。ならいっそどっちかをなくしゃすっきりする。あんた自分が何を言ってるのか分かっているのか。もちろんだ。だが朝廷がなくなり今日が焼ければ帝も致し方なく江戸へ移られる。その時帝が住む江戸、それを仕切る幕府に勤王志士どもが入り込む余地はねえ。はい、話。日本って国の中枢を一ところに集めるんだよ。それが一番わかりやすい。だが朝廷を滅ぼせば、それこそ幕府は日本中の武士に報復される。だからそうならねえように、誰が今日の町を焼き払ったのかわからねえようにする必要があるのさ。そしてそれができるのは選ばれし能力を持った男たちのみだ。それはまさか。そうよ。俺はその計画のために新選組を作ったんだよ。今日を滅ぼすのに必要な精鋭を集め選別するためにな。もっとも、まだこの計画を知ってるのはほんの一握りの幹部だけだな。だったらなぜ俺に計画のことを話した。俺はあんたの腕を買ってるって言ったろう。それにお前さんとならよ、取引できると思ってな。俺との取引、何のことだ。吉田東洋を暗殺した覆面の男のことだ。俺はそいつをお前さんに渡してやれる。父さんを脱藩してまで追ってるんだろ。悪い話じゃねえはずだ。あんたやはりあの覆面の正体を知っているのか。そりゃまあな。これでも新選組の局長をやってるんだね。新選組のことで俺の知らねえことはねえ。どうだい、覆面の男を渡してほしけりゃまず俺の言うことを聞くってな。さっきの馬鹿げた計画に乗れってのか。馬鹿げた計画。あんたの言ってることは理にかなってる。だがな、今日の町の人間はどうなる。目的のためだったら多少の犠牲は構わないってことか。倒幕戦争が起こりゃ多少の犠牲じゃ済まなくなる。生きるとは一時が万事犠牲を伴うものだ。お前だって多くの犠牲の上で生きてるってことを忘れるな。おい、逃げ出すのかい。俺はどんな理由であれ女子供を巻き込むような真似はしない。そうか。
本当にそれしかないのか。何かを変えるには絶対に何かを犠牲にしなきゃならねえのか。ガキだなおめえさんは。そうやって聞いてばかりで生きてきたんだろうこれまでもよ。だからあの時吉田東洋は言ったんだろうよ。お前が金の塔の筆頭にふさわしい男じゃないと。お前今なんて。なぜお前がおやっさんの話したことを知ってる。あんたがあの覆面の男って言うなら話が早い。ここであんたを切れば新選組にいる理由もなくなるからな。なら切ってみりゃいい。ま、天然理心流四代目宗家の俺を切れればの話だがな。Yeah, it's getting pretty intense now. After all this story. What the hell? Got a sword in his arm? やはりお前があの時の。え、でせん。生きてるうちに、それがわかるといいな。I don't think it's him. Let's see. さあ、一年ぶりの実戦だ。剣士として純粋に殺し合いを楽しませてもらうよ。行くぞ、坂本龍馬。So far it's going well. Small heal one time, just in case. Mm.
Almost done. There you go. That's it. たもんだ。たまには現場にも顔を出すんだな、局長。いい気になりやがって。今度、あんたはあの覆面の男じゃねえ。ん？なぜそう思う？おやつさんを切ったあの覆面の男は、あんたよりも強かった。まったく傷つくねえ。覆面の男は誰だ？計画に乗れば教えてやる。そう言ったはずだぜ。おや、なんだ？やめるのかい？あんたの言った通りだ。俺はまだまだガキってことだ。はあ？分からねえことはすぐに人に聞いちまう。自分には学も教養もねえ。そう思って考えるのもやめちまう。だがな、おやつさんは誰にどうして殺されたのか、この答えだけはどうしても自分の力で見つけたいんだ。ガキだと言われても構わない。このことだけは最後まで意地張り続けるつもりだ。答えを見つけるまで新選組には居続けさせてもらう。文句ねえよな？文句はあるが、勝負に負けたんだ。許可してやるよ。三番隊隊長としての仕事はする。それじゃ。あんたと戦ってもう一つ分かったことがある。なんだ？天然理心流の使い手は一流の剣士ばかりだ。俺が戦うべき敵は覆面の男のさらに奥、もっと深い闇に潜んでいるのかもしれないな。見てたかい？いやー、強えなあいつは。そうは思わねえか、源さん。勇さん、いいのか？このままあの男を行かせても。あいつは深く知りすぎた。ああ、だがあいつなら真の謎にもたどり着けるかもしれねえな。あれが坂本龍馬か。坂本龍馬、 The Beast Samurai。The offspring of Kiryu, I will say. の町に突如として現れたもう一人の坂本龍馬。英国の武器商人から大量の武器を倒幕派へと流すその動きは、幕末の動乱にさらなる風雲を呼び寄せる。
一方、ついに龍馬の前に姿を現した新選組局長近藤勇は、京を焼き尽くすという江戸遷都計画を密かに進めていた。近藤は龍馬の腕を見込んで計画への加担を要求する。その見返りは吉田東洋を暗殺したあの覆面の男の正体だが、龍馬は決意する。己のその手で覆面の素顔を暴き出すことを。起きなはれ。おう。なんや、起きてはった？カラスがギャーギャーうるさくってな、目が覚めちまった。まあええわ、ご飯できてる。近藤勇は覆面の男ではなかった。新選組の天然理心流の使い手は残り4人。Let's make a save.Oh, he just did actually, but yeah, whatever. Anyway, that was it for this episode. A lot of story, and yeah, we're getting closer to the, to know who's the best man, but for now we don't know yet. Anyway, thank you for watching, and I'll see you in the next episode. Bye.